皆さんこんにちは、今日はですね、西日本本合同会がやっていますドイツへの新しい眼差し第4回です。でちょっとそのフンボルト会がこういう企画をしていることについてちょっとお話をしたいと思うんですが、まあ日本フンボルト会っていうのはドイツで、一定の期間留学やいろんな形で過ごされた方が集まられて、今一種同窓会をやってるわけですけれども、せっかくそこで培ったいろんなコネクションであるとか、それから知識っていうものをぜひ、映像化して、一人一人の、スペシャリティを残していこうという形で今アーヒーフを作っています。で、今日はですね、多分多くの方が最も興味を持っておられるですね、ドイツの憲法について、で特に我が国でも憲法改正という方向に今議論が進んでいますので、憲法改正をもう何十回もやってきたドイツというものが、どういう歴史をたどって私たちの憲法とどう違うのかということに関して、このエリアのですね、第一人者であるしはけ先生、今、京大学の産業大学の客員教授をやっておられますけれども、前京都大学の教授やっておられました。で、ここにおられるのが志薬先生です。で、志薬先生のお話を聞きながら、僕はこれエリアが全く違うので、法学に関して、特にドイツの法学についてよくご存知のですね、京大学の教授の高山先生、それから前、関西大学でもう今名誉教授になられた竹下先生、それぞれ刑法と、法哲学ですけれども、聞き手役として、豪華なメンバーでやりたいと思いますので、よろしくお願いします。では早速志薬先生の方に、ドイツ基本法のドイツの憲法括弧基本法で日本との比較の視点も加味してというところでお話をいただきたいと思います。じゃあ先生よろしくお願いします。はい、それでは早速始めますね。まずこの今ご紹介があった基本法の成立過程をざっと見ておく必要があるだろうと思うんですが、ご存じのとおり1945年の4月30日にヒトラーが自殺をしまして、でドイツは5月8日に無条件降伏をいたします。でこれでヨーロッパで第二次世界大戦が終結するわけですが、でドイツは、戦勝国である英米仏、それから当時のソ連です、ね、の4カ国の、分割統治という形の統治のもとに置かれることになります。で、ポツダムで8月に締結された協定でドイツについても戦後の処理どういう基本方針であるかということが決められまして、これによりましてドイツは4つの地区に分割占領されてたわけです。そしてドイツ全体としてはこれを管理する機関として、先ほどの 4カ国の軍政長官による管理委員会コントロールハートというですねのが設置されました。ただまたベルリンだけはこれらの別4カ国とは別に区別されまして、連合国が共同で占領するとこういうことになりました。でそれで、最初ドイツ人の政になる中央政府というのはしばらく作られませんで、むしろ各その占領地域で、の乱と、いわゆる州ですが、ドイツでは乱とと言いますので、乱とと言いますが、乱と領域が再編成をされて、それでラントと市町村の議会とか行政機関が次々とこう再建されていくわけです。だから連邦全体よりもまずそのラントの方が一足早くいろんな秩序の回復というかがなされることになります。ですでに1946年の12月1日にはヘッセン州というところの憲法ができ、その翌日にはバイエルンの憲法ができるという形で、だんだんとですね、この基本法ができる前にラントでの憲法制定というのが
先行するわけです。でさてそこでそのドイツ全体の戦後ドイツをどうするかということなんですが、その何度も行われるその外相会談で、やっぱりその英米仏とそれからソ連というのが一致しないと、意見がどうしても一致を見ないということになりまして、そこで、1948年の2月から今度はソ連だけを除外して、3カ国英米仏3カ国がですね、ロンドンに集まりましてドイツ問題について会議を開く。で西側3国だけの、まあ、占領地域を、まあ、統合してそこに適用されるべき憲法典をドイツ人に作らせるという方針で、まあ、合意がなされます。この会議、この3カ国の外相会議には後に、いわゆるベネルクス3国ですねも参加することになります。そして48年の6月にロンドン協定と、まあ、普通言いますが、あるいは、まあ、フランクフルト文書というような言い方もされることになりますが、これがその合意文書が、各ランドの首相に手渡されることになります。でこれでその11 の, その西側占領区域の各ランドの首相がドイツの主権と統一が回復されるまではですね、しばらくは本来の憲法制定会議を招集するのは適当でないという判断に至りまして、これに変えて各ランドの議会の代表で作るその、パルメンタリシャラーというこれなかなか訳し方難しいんですがまあ一応議会評議会という役がある程度定着していると思いますのでこれを用いますが、その議会評議会というものを招集すると。でボンに招集されているわけですが、その時には、ベルリンはまあ特殊な地位にありましたのですが、5人だけベルリンの代表がやっています。ただしこの、ベルリンの代表は評決権を持たなかったということになります。でだからその基本法の制定過程ではですね、選挙でこう国民が選挙でその憲法制定のための議員を選んで議会を作って、いわゆる憲法制定会議というのはでき行われてないわけですね、ということになります。これちょっといいですか、はい、まずランドが独自にこうそれぞれの憲法を作るということ自体は占領軍はあまり文句を言わなかったのか、それからやっぱり何かその、どういうのかな、法的統治が必要だとすると必ず基本法をそのラントレベルでも作らないかんというメンタリティがあったのかというと、なかなか日本にはそういうのはないちゃうかなという感じですが、これはもう全然占領軍は何も言わなかった、ね、特にあんまりそういう話は聞きませんですね。特に、46年ってもうすぐですからね。そうですよね、びっくりしますよね。もともとそれより前にもすでに憲法がありますので、ワイムルの時代もね、それをまあかけがえながら新しい憲法を作る、特にバイエルンなんかはもともとその中央政府からだいぶこう離れた地位なんていうか立場ですからね。もともとドイツの特徴である地方分権的な感覚が出たと。そうですね、はい、分かりました、はい、すいませんでした。でところがですね、このその今議会評議会というところでその憲法の草案を作るという話より少し先にですね、この下に書いたヘレン・キーム税草案作成会議というのが、これは各ランドの政府の代表がですね、専門委員会を作りまして、南バイエルンの綺麗な日本人としてはルートヴィヒ2世の宮殿でよく知られているんですが、ヘレン・キーム税というところにの、集まりまして、でその叩き台になる草案を先に作るという作業が行われます。でもう本当これは一応早くです、もう2週間ぐらいでですね草案の作成が行われます。でこの草案をもとに先ほどのボンでの議会評議会が、はい、審議を進めると。もちろんこの草案は
結局そのまとまりが使えない部分もありまして、両論兵器みたいな部分もかなり残っているんですが、そういうのそのまま、まあ、とりあえず議会評議会にかけて、でこれからがまあしばらくだいぶ半年以上の時間がかかりますが、まあ、最終草案は翌49年の5月8日に可決される。でそれによってまあ英米仏の軍政長官もこれを承認するということになります。日本の場合は戦後ですね、まあ、これは日本国憲法の制定の過程で一番まあ重い問題の一つですが、 GHQ のまあコントロールというかがすごく強かったわけで、で逐一ですね、条文ごとに一言一句アメリカ側 の、 まあその承認を得ていくという形が取られるんですね。で日本国憲法には英訳っていうのがありますけど、あの英訳はだから後で作った英訳ではなくて、うん、そのアメリカと の、 その協議の過程でできてきたものの最終のまとまったものというのがすでに当時あったということになります。で、それでこの基本法はバイエルンだけは賛成をしなかったんですが、うん、後の乱との議会がそれぞれ採択をいたしまして5月23日に公布されて、翌日24日から施行されたということになります。で日本との比較というところで言いますと、日本はそのいわゆる帝国憲法でね、大日本帝国憲法、明治憲法というんですが、でこれが を改正するという形がずっと一貫して取られています。で政府に出てくる草案もですね、帝国憲法改正案というふうな名称で出てきてるんですね。そういう、まあなまあ、ある意味での連続性みたいなのがずっと消えなかったんですが、基本法は全く新しい憲法を作るという前提から出発しております。で唯一の例外がそこにあります140条っていうやつですね。これはその特にまあ、宗教とかですね、国家と宗教に関する、まあ、日本流に言う政教分離みたいなのですが、ああいう分野についてだけは、ちょっと間に合わないとかいろんな事情があって、とりあえずこのワイマル憲法の規定をそのままこの基本法の中に取り入れるということで、時間を少し省略したようなところがございます。今でもこの条文生きたままなので、条文訳すときには必ずこのワイマル憲法、ここの部分だけは現行法なんですね。ちょっと変な形です。基本的にはやっぱりフランスみたいなその完全な来してというか、その政教分離ではないないですね。ドイツの場合はむしろ、公認宗教制というのに言った方が正しいと思いますね。州ごと、ランドごとにですけれど、宗教団体をもう公認していくという形が今でも取られています。さあそこで、具体的な憲法 の、 その中身について述べる前に初めから今度は改正の話をしなきゃいけないと思うんですね。でまずその基本法の改正は79条っていうのはこれに挙げてなかったんだったかな、あるある、ね、基本法の変更というんですが、1項にあります、2項にありますように、連邦議会の3分の2、連邦参議院の3分の2の同意によって改正することができるでのですが、ワイマル憲法の時のまあ一つの反省というのがあってですね、その一番上の行にある憲法破棄というのを排除するということが、まあ、明文で、行われることになる。これはどういうことかというと、要するに憲法自体の規定にはその変更は加えずにですね、具体的な問題についてその当該憲法の規定の適用を排除するような例外措置を取ると。でまあ、3分の2、3分の2というですね、普通の法律と違う手続きは取るんだけれども、基本法を改正するのではなくて、別の形で、まあ、基本法 に乗り換えていくというか、そういうことを特にそのヒトラーの時代にですね、多くなされたということがあったものですから、これを認めますと結局
憲法で見ただけでは憲法の実態は全く分からずに、まあ、果てしなくこうそういう憲法破棄法律というのがそこ集積していくという形になります。これはもちろんやっぱり成文憲法の優位とか安定性とかいう側面ことから言いますと、まあ、憲法が実質的に、まあ、空洞化されていくということになりますので、そこで79条の1項の最後の方にですね、その、いや失礼じゃないな、ここには出てないか、ここで出てないな、次行きましょうか。これではないですね、これでちょっとその条文が入れてないかもしれません、そんでいいんだ、やっぱり何でっけ、1個でいいんです、はい、その基本法の文言を明文で変更しまたは補充する法律によってのみというのを入れたんですね。だからさっきみたいな、方式を排除するということをやったわけです。ワイマル憲法をご存じの通り、ヒトラーがワイマル憲法は変えずにワイマル憲法の効力を無効にするような法律を作っていったんですね、うん、でそういうことがなされないようにしましょうというのが、これは戦後ドイツの、一つの、ワイマル時代からの、うん、反省という側面の一つだろうと思います。具体的には先生、そのワイマール憲法を残したまま逆に違うものをその憲法に加えて前の条項を無効化していくというのは具体的にはどんな感じなんですかね。例えば議会はこうであるけれども、例えばですね、ワイマル憲法の時代にもその、まあ、参議院みたいなのがあったんですけど、はいはい、その参議院を廃止する法律っていうのを作るんですね、うん、それから政党を禁止する法律、あ、そういう法律を作っていってしまうわけですね、うん、しかもまあ一番大きいのは、法律を議会でなくて政府が作ることができる、うん、まあ、それから基本的には立憲主義というのを全く無視したという感じですね。そうですね、はいはい、ということで、まあ、そのこれを排除するというのが大きな部分ですね。で、次ですけど、はい、そのこの基本法の改正は基本法を改正する法律という形式を取るんですね。つまり、うん、通常法律の改正との違いはその3分の2が出会って、うん、過半数では足りないという点は違うんですけど、それ以上のものではないと、まあ、これはワイマル憲法の時代にもそういう考え方が、まあ、通説であったと言われてますが、さてそれで、まあ、日本は今ちょっとその憲法改正が、うん、だいぶいろんなことを議論されてますけれど、今まで一度も明治憲法の時代も含めて改正の経験がないので、この憲法改正っていうのはどういう法形式になるのかすら私まだどうするのかなっていうのはまだ疑問に思っておりますが、どうするのでしょうかということですが、ですからあくまでドイツの場合は法基本法の改正法という形でずっとなされてきております。で、日本と一番違うのはもちろん国民投票がいらないことですね。あ、ごめんなさい、国民投票がいらないと、はい、だからそれついに改正の限界を定める規定がある。これは日本国憲法の場合その改正限界があるのかどうかっていうのは昔から各社の間で一生懸命争われてきたテーマの一つなんですが、基本法はですね改正の限界というのを決めておりまして、先ほどの79条っていうのこれも手を取っていただきますが、79条3項1個前のスライドです。はい、あ、これ前のスライド、はい、こっちですか、はい、はい、これですね、でその3項というところに、うん、そのこの基本法の変更によって連邦の諸乱党への編成、それから立法に対しての乱党の協力、それから第1条と20条に謳われている基本原則、これを改正するということはできないということを、まあ、明文化したわけです。で、第一条というのは何かというと、また後でも少し触れますが、人間の尊厳、ね、うん、非常にこれは初めてこの戦後出てきたものでして、これもやっぱりナチス時代の、ホロコーストなんかを代表するああいう政策に対からの、まあ、反省といいましょうか、人間の尊厳、でこれが不可侵であると、
で、この1条の方を見ますと、1条はちょっと条文が出てこないかもしれませんけど、その人間の尊厳を守るということがですね、国の大きな責務だということを明文で定めております。で、20条というのは何かというと、この権力分立とかですね、社会的法治国、後で触れますが、社会的法治国とかいった、まあ、要は統治のシステムに関する基本原則の方ですが、でこれも、改正の憲法改正としてはできないということを明文化しております。で、さらにその中では、まあ、よくこれは出てくる表現ですが、自由で民主的な基本秩序という言葉が、かなりの文章条文の中で出てくるんですが、まあ、基本法が憲法改正から守ろうとしているこう実質的な核心みたいなところですね。これは自由で民主的な基本秩序、従ってこれに反するものは基本法の改正としてはできない、まあ、ということになります。で、さて、そのドイツはですね、非常に次の、はい、これです、次ですね、はい、頻繁な改正というふうに言ってますけど、はい、うん、現在まで一番最近の改正は2014年の12月ですが、合計60回の改正というのがございます。で、まあ、もともとその先ほどの経緯からしてですね、基本法は、まあ、暫定的な、戦後の秩序を作るというところから始まったということもあって、初めのうちはなんかいろんなものが入ってたということがあるんですね。でだから最初の改正1951年に改正がなされますが、この改正は実は、まあ、刑法の条文みたいなのが入ってた内乱罪に関する規定がそこに置かれていたんですね。それを、まあ、削除すると、これが1回目の改正です。でその後ですね、本当に頻繁になされておりまして、50年代60年代はもう ほぼ毎年ぐらい改正が行われております、うん、これは先生やっぱり3分の2要するに、そうです、結構対立していても憲法になるときちっとみんながこう、まあ、割と、まあ、その3分の2を取れたっていうことですね、うん、まあ、当時 の、うん、あれですね、政党のあるいは構成にもよりますけど、まあ、やっぱり憲法改正となると、まあ、ドイツの場合はなんていうのかな、要するに状況が変わったらそういうの合うように基本法を変え、はい、法律を変えというのを常にこうスムーズにやるようなところがありますので、まあ後でも触れますけど、またこれはそうせざるを得ないような非常に基本法の文言の特徴でもあるのかと思いますけど、いずれにせよその、50年代60年代にはほぼ毎年ですね、あるいはまあ70年代の前半ぐらいまでですね、先ほどちょっとワードのあれを出していただくと、はい、一覧表こっちに一覧表があります、はいはい、それをずっと言っていくと、はい、51年からありますね、51年から始まってずっと見ていくと、ほぼ毎年っていうぐらい、そうですね、52回とかいうのがありますね、はいはい、で特にそのちょっとそこで、はい、どの辺ですか、何年、68年、今、68年というところを見ると、はい、3回ありますよね、はいはい、でこの中で17回目の改正というのは非常に大きな改正だったんですが、そうですね、はい、これは東ドイツ、当時の東ドイツのが新しい憲法を作って、まあ、ソ連との関係が非常にこう強固になる、それに合わせてですね、はい、西側が非常に危機を感じて、まあ、一種の、まあ、まあ、日本で言ってるようなその緊急事態に関する改正というのをですね、やったわけです。この時はその従来の115条の後にですね、115 R 条というのから 115 L 条まで、うん、合計11箇条というのをズボンとはめ込むというようなですね、すごく大きな改正をやりました。これのこの表、全体の新しい章が作られて、防衛上の緊急事態という、まあ、章の名前が付けられる改正です。
それから、うん、もう一つ面白いのは、面白いのはというか1969年ですけど、69年19回から26回まで合計8回の改正があります、はい、でそのうち見ていただくと5月12日という時に3回同じ日に改正がなされております。ここですね、ここからここまで、はい、同じ日に3回の改正まあ我々からするとちょっと感覚が分からないようなぐらいですね、頻繁な改正ということになります。で、まあ大きな改正はその68年の先ほどの6月24日の改正と、それからまあ69年5月の21回改正、それからあとはその、うん、何だったっけ、第7回の改正ですね、1956年の改正、はい、これがまあ一番大きな統一前になされた改正のうち大きな改正であります、はい、それからまあ竹下さんなんかの関心と関わりがあるのは、これはまあ統一後ですけれど、国家目標規定として20アー条というのを入れる改正というのが、2002年の改正ですけれど、第50回、あ、それは改正ですね、もう一つ前のですね、20アー条を入れるっていうのが、94年です。ここで20アー条っていうのが入ってくるんですね。で20アー条っていうのは要するに将来の世代のために自然環境をですね、守るということを国家の目標とするということです。まあ、この辺に関しては結構竹下先生もおられるので、はい、またいつかまたきちんとやりたいと思ってますけれども、はいはい、でしかもまあこの20アー条先ほど下の方にありましたけど、途中で動物という言い方、動物の保護というのを新たに付け加えると、自然環境と動物を保護するというですね、それは50回改正、はい、50回だ、うん、そうです、あ、これですね、法律 の名称に国家目標としての動物の保護というふうに書いてます通り、これをまあ追加するというわけですね。で、まあ、こういう具合で、まあ、数多くの改正を重ねたわけですが、そうすると、まあ、ある分野から言うと、それはそのもうもともとの基本法は同一性を失ってるんじゃないかというようなことも、まあ、言われたわけですが、まあ、多面こういう改正を通してですね、もともと暫定的な、うん、法律として、の性格をだんだんと、まあ、払拭して、真の意味での憲法らしくなったと、うん、だけどそれならですね、憲法という名前にすればいいじゃないかという気もするんですが、結局、まあ、基本法という名前はその後それをいじるのではなくて、それを今後も維持するということになりました。これ先生、はい、基本的には議員立法で、もう発議はそのいろんな人が、あ、ちょっと動物も大事だとかいう話。いや、議員立法もあるけど、やっぱりこう、かなり、まあ、ね、ちょっとそこまで僕は調べてないんだけど、改正の、議案を出すのは連邦議会と連邦参議院と連邦政府とあるので、はい、一応そこは制限があるわけですね。あ、なるほど。だから結構政党の中できちっといろんな、積み重ねをした上で、しかるべきルートを通して発議されるっていう感じで、もちろんそうです。だから動物なんかがふっと入ってくるっていうのはやっぱりなかなか機動性が高すぎるから、やっぱりこう議員立法かなと思っちゃいますよね。ちょっと私その動物の方が入ってきた時に誰が言い出したのかちょっとまだ勉強不十分です、ね。あ、わかりました。で、で初めから出てるように、はい、このもともと暫定的なもので。まあ、ドイツ秩序が落ち着いたらちゃんと憲法に作りましょうという、はい、ことであったわけですね。なので制定当初 の前文の中で、我々はその過渡期について国家生活に一つの新しい秩序を与えるためにこの基本を作るんだという言い方をしていて、うん、
で、あのただドイツはドイツ国民がですね、今後自分たちの自由な自己決定によってそのドイツの統一と自由とを完成することが引き続き要請されるという、こういう条文であったんですね。今はもうこの条文はいらなくなったのでなくなっておりますけれど、でスライド進めていただけますか。次ですか。次だいぶ先まで行ってます、ね、この特質でいいですか。そうです、そうです、はい、ごめんなさい、そうです、あ、ここですね、あの、あの暫定、あ、ごめんなさい。これが当初の伝聞ですね、うん、で次ですか。これちょっと違いますね。いや、もうちょっと待ってください、はい、ここでそれで、まあ、そもそもこの基本法っていう、あ、分かってますけど、これあんまり取り上げる必要ないと思って、あの見てます、はい、あの日本には基本法っていう法律いっぱいあるんですよね、はい、教育基本法とか、ああ、そうかそうか、環境基本法とか、ね、なんとか基本法って、うん、誰か数えたら37あるということでしたけど、それぐらいあるんですよね。で、まあ、ある意味ではそのこのドイツの基本法も戦後の、まあ、あの、うん、なんていうか秩序安定するまでの暫定的な、まあ、あの基本法という、まあ、それぐらいに意味合いを持つものとして制定されたと言ってもいいのかもしれません、しかし、まあ、あのこういういくつかの改正を経てですね、内容面ではあの現代国家に必要な、まあ、すごく細かい規定も含めて、まあ、ほぼ完結に、完結したと言ってもいいぐらいかもしれません。であの日本と違うのは条文が、まあ、これいくつか見ただけでも分かりますけど、ものすごく詳しい規定が多いんですね、うん、もうあの長い規定になりますと、今言わない文化から出てる、世界の憲法の訳がありますけど、はい、一つの条だけで3ページにわたるぐらいですね、うん、長い文章が多いんですね。で、まあ、これが一つやっぱり、改正が多かった理由の一つでもあろうかと思うんです。つまり細かく書いてある。だから何か変えるとすぐに、まあ、文言を譲らないといけない。日本の場合のように、まあ、よからしかすごく短い文章ザクッと書いてありますので、まあ、解釈の余地が広いけれど、うん、まあ、ドイツの場合はそういう条文もないわけじゃないけれど、多くの条文は非常に長いので、長く細かくて、しかも、まあ、我々の感覚からすると、まあ、これは憲法じゃなくて通常の法律で やればいいんじゃないのというものがたくさんあるんですね、うん、なので、どうしても、まあ、改正が多くなると、うん、でもう一つ改正が頻繁に行われる原因は、やはりその連邦制に伴うものですね。つまり憲法の中にその連邦と乱党の関係に関わる条文がものすごく多いんですね、うん、でそれでその、まあ、財政問題にしろ何にしろですが、乱党との関係、例えば 税金 その乱党と連邦での配分だとかですね、そういうことまで書いてあるものですから、うん、そうすると、それを変えようとすると基本法を改正するという形にならざるを得ない。それから、まあ、日本との比較で申しますと、例えば郵政、うん、それから郵政の民営化、それから電信電話の民営化、鉄道の民営化、これドイツも現在民営化されてるわけですけど、それもですね、日本だったら憲法をいじるなんてことはもう誰も考えないし、うん、考える必要もないわけですけれど、ドイツの場合はそれもですね、憲法の中に、基本法の中に、その、うん、連邦鉄道だとか連邦の郵便だとか、それがそのどちらの管轄下にあるかみたいなことをですね、うん、変えた条文があるものですから、どうしてもそれを変えざるを得ないと、まあ、まあそういう いろんな理由が あって、改正が頻繁だということが言えると思いますね、うん、それから統一後でいうと、さらに申しますと、当然 EU との関係ですね、 EU のとの関係で改正をせざるを得ない部分も増えてくるというので、この最近の10回ぐらいの改正はですね、50回目とか60まで改正の多くはやはりこの EU 欧州連合との関係の改正が多いと思います。戻るですね、これでいいですか、はいはい、
じゃあ次の急ぎまして、国の統治の仕組み、まあ、共和制っていうのは、まあ、それほど多く語るあれもないのかもしれません。まあ、要するに王政とか帝政を否定するという意味ですね。ドイツ連邦共和国と言ってる時に、うん、共和国は王政ではないぞということを言ってるということです。で、時間もあれですので、次に民主制のところを言いますけど、民主制のところではその、まあ、20条というところに、はい、ここですね、はい、ドイツ連邦共和国は民主的かつ社会的な連邦国家で、 2項で、まあ、全ての国家権力は国民に由来する、まあ、日本流に言えば国民主権ということになりますが、まあ、ドイツ憲法は国民主権という項自体は用いられていませんけれど、まあ、国民が全ての権力の、まあ、源だということは明文化している、いうことでありますが、で、28条というところにも今度は乱都についてですね、乱歩の憲法秩序についてももう共和的民主的社会的な法治国の表現則に適用していなければならないというので、連邦と同じ国家思想ですねに基づく憲法でなければいけないということを、まあ、要請しています。で、民主制には、まあ、いわゆる普通選挙、直接選挙、自由選挙、平等選挙、秘密選挙という、まあ、選挙の五大原則というのがありますが、この五大原則とともにですね、その反対派の地位をとか機能というものを、まあ、重要視するということから、うん、いわゆる複数正当性ということを取ることが大事だということが言われ、したがって、ドイツでは政党の設立を自由とするような明文規定を置いているというのも、日本にはないような規定ですねということになります。これ先生ちょっと一つ、はい、共産主義政党を禁止するというのをなんか僕ら聞いたことあるんですけど、それはな昔ありましたですよね。なんか共産主義政党は禁止されたもちろん社会、はい、あれもそうですけど、でそれはやっぱり憲法の中であるんですか。いえいえ、そうじゃなくて、先ほどのちょっと後のね、後の方でちょっと触れます。あ、そうですか、はい、分かりました、はいはい、で、今お話とちょっと関係するんですけど、うん、はいはい、その民主制という時にですね、そのまあそこに書いてある戦う民主制というふうに書いてますように、戦う民主制イコール自由で民主的な基本秩序の維持。でこの中でだから、その例えば共産党の廃止だとか解散だとかいうの、これに反するかどうかっていう問題になってくるわけですね。で、この自由で基本的な自由で民主的な基本秩序という文言は憲法の中に何度も登場いたします。で、まあその中身は何かっていうことは、まあ、また述べるのは時間があれですけれど、まあ大きく言うと基本権を保障すること、それから主権が国民であること、それから権力の分離であるとかですね、あるいは責任内閣制、裁判官の独立、複数性、正当性とかですね、まあ、そういうふうな内容のものを、まあ、自由で民主的な基本秩序というふうに言います。でこの戦う民主制の思想というのは、今もありましたけど、まあ、西ドイツの時代にはですね、特に東側ドイツ及びその背後にいたソ連なんかを念頭において作られたんじゃないかと言われてますけれど、まあ、統一後ですね、まあ、むしろちょっと別の機能を果たしているのではないかと思います。例えばそのイスラム原理主義を、標榜する集団がドイツにもいますけれど、そういうものを禁止したりする時に、この自由で民主的な基本秩序に反するようなことを言われたりするということです。別に社会的法治国とのことですが、ちょっとここの書き方は私ちょっとうっかり後の部分が少し誤解を招く恐れがありますけれど、社会的法治国というのは国家目標規定なんですね。
で、あの28条とかいうのはちょっと難しい、はい、で、あのこの社会的法治国というのはその単なる法治国ではなくて社会的法治国というところにがあの溝でして、つまりその経済社会文化が非常に高度に発達していくで現代社会の中で、その国家はですね個人の自由を保護するというにとどまらずに、今まあ一種社会的な正義を実現する、そのための計画を立てて、それから指導し、それから、まあ財政とかですねの給付の、まあ、分配なんかをそういう社会的正義の実現のために、やっていくということを、まあ、目標として掲げるというそういう、まあ、大原理みたいなものを社会的法治国というふうに言います。で、ちなみにですが、そのこの前のいわゆるワイマール憲法、1919年のワイマール憲法にはですね、やはりその社会国家という規定はなかったんですけれども、そのワイマール憲法にはですね第2編というところで膨大な数のこう権利規定を置いたんですね。ところがその第2編の国民の権利義務を定める編の中には相当数ですね、うん、まあ、今でいう社会国家的な基本権が含まれておりました。で、しかしそれはまあ一種の、まあ、プログラムとしてしか、まあ、あの意義を持たなかったということに考えまして、むしろまあ基本法はその社会的な基本権を明文で決める入れるということをやめて、その代わりに社会国家であるということをまあ宣言すると。で、具体的にはこの法律で、その社会国家を実現していくための措置をやっていくという、まあ、そういう形を取ったので、だからあの日本国憲法でいうと生存権だとかですね、ああいう規定は全く存在しないということになります。で、次連邦制のところに行きますが、連邦制というのは我々にはあまり馴染みのない部分なんですが、うん、まあ、地方自治制とはちょっと違うので、現在ですと16の乱党が、まあ、独立した一種の国家でもあるんですね。だからそれぞれ固有の権限を持った国家として連邦と乱党が、まあ、両立していると。で、まあ、で乱党の領域を総決したものがもちろん連邦の領域なわけですけど、各乱党はですねその各自の乱党の領域について権限を持ってて、もちろん憲法も持ってるし、それから各乱党にも、裁判所があるし議会もあるしということですね。でこの連邦制の原理に基づいて国家の権能というのを、まあ、あの分配しているわけです。こういう規定がすごく基本法の中には多いと思います。で、国家の権能の行使とか国家の任務の遂行は原則としては乱党の義務であってですね、もちろんその連邦の法律が作られると乱党の法律よりも連邦の法律の方が優先するんですが、その立法権にしても連邦がその失礼基本法がですね、あの明らかにこれは連邦の権限ですよということを言うてない限り乱党の権限が残っているということですね。だから例えば外交とか防衛とか、あるいはまあ国籍の問題とかですね、あるいは通貨の問題とか、そういうのはもちろん連邦が全体としてやるべきことからですから、うん、これはまあ専属的な連邦の立法権限なんですが、例えばその刑法、民法、裁判所法、訴訟法などの分野ではあの競合的な立法権限を持つとかですね、あるいは逆に乱党があの権限を持っている領域、これがあの、そこにあります乱党の文化貢献というのが上に出てきますけど、教育、文化、宗教の分野はこれは国ではなくて乱党が専属的に、持っている権限、うん、ですからドイツには連邦の大学というのはないわけですよね。だから宗教団体も各乱党ごとにこれを承認していくみたいな形を取っています。学校もあの小中学校とかも全部取り合うと乱党の仕事です。だからそういう意味では国立の大学とか国立の学校っていうのはまあ存在得ないということになります。
で、その次の、まあまあ、行政とかの分野でもですね、原則その連邦法律を執行する権限はラントにあるんですね。で、連邦は何するかというと、そのラントが連邦法律を執行することについて監督をすることができるというふうな、そういう仕組みになっております。で、もっとも、まあ、ある分野ではそのラントと連邦が共同で共同 の任務であるというふうに言われている部分もあります。いずれにせよ、ラントがかなり強いと言いましょうか、独立した権限を持っているというところが、日本の場合と異なるところだろうと思います。で、次、裁判権ですが、裁判権は、まあ、もちろん、連邦にもラントにも裁判権があるわけですが、連邦の裁判所というのがですね、どこですかね、ちょっと待って、そこにちょっと そこには文書は載せてないかもしれません。連邦憲法裁判所、あとの方で、ちょっと後に、何ページぐらいかな、憲法裁判所じゃなくて、5つの最高裁判所の設置のされている場所を書いた絵があったと思うんですが、ロープのところですかね。はい、そうですか。はい、はい、で、連邦憲法裁判所のというところの項目で説明しようと思っていただくんですが、まあ、その複数の最高裁判所があるんですね。うん、日本は一つしか最高裁判所ないんですけど、まあ、連邦憲法裁判所を含めると合計6つの最高裁判所があります。しかもそれがその下にありますように、それぞれ違うところに作られているというところが、日本のようなこう東京一極集中主義とは圧倒的に違うところであるかと思います。で、はい、で、侵略戦争の禁止、の点ですが、ドイツは冒頭に言いましたように、第二次大戦で、敗れて無条件降伏して軍備も廃棄したわけですけど、1950年代の半ばにアデナウア政権の下で、まあ、再軍備が認められて、で、 NATO にも加入をし、で、その後1973年には、当時の東ドイツとともに国連の加盟国になります。で、もちろん、でも、この侵略戦争の廃止の禁止の条項は制定当初からございました。で、そこにありますように、戦争遂行のための武器を製造運搬商取引するというのは連邦政府の許可がいりますよとかですね、だから一項の方で特に侵略戦争ということを言葉を入れている。逆に言うと、しかしだから自衛戦争はここでは明らかに保留しているということになりますね。うまい言い方でおかしいけど、要するに武器を作って運搬してもいいと。で、ところが一方で、侵略戦争、侵略はダメとなる、ドイツはしかし昔徴兵ありましたです。ありました、はい、昔でこの時代つい最近までありました、3年ほど前だったっけ、2014年からぐらいに、うん、憲法ができた当初はなかったんですか。もちろんしばらく軍備は全部なかったですので、はい、50年代、うん、まあ、ちょうど日本でいう朝鮮戦争のあの辺りから、うん、再軍備の必要性っていうのが語られ始めて、55年だったと思いますね、再軍備をなされたわけです。で、しかも、まあ、今の日本とのでよく言われているその、まあ、域外派兵みたいな問題も一時問題になりました、はい、イラクの戦争の時にそのドイツが加入している NATO の軍の中の一部として、うん、海外に派兵することが憲法違反かどうかということが争われたりしたこともございます。まあ、ちょっと時間の都合で、はい、次に基本権ですが、うん、まあ、基本権はかなり初めのところに言いましたけど、人間の尊厳という言葉が、まあ、まあ、この基本法全体をこうの、うん、一大原理というのか最高の原理なんですね。で、尊厳の不可侵性で、それの尊重保護が国家権力の責務だというふうに言っててですね、う
それから二項というところに人権ということ、これわざわざ私これあの言葉言語を入れているのはドイツ憲法史上人権という言葉が出てくるこれ初めてなんですね。で三項でには基本権と書いてあるので、この二項でいう人権と三項でいう基本権ってどう違うのかということは解釈上非常に問題となるわけなんですが、とにかく人権という言葉を初めて今ここで戦後入れたというところが特徴的なところかと思います。これ僕らがあの元あの現役の頃はあの関西語をやってたわけですけども、人愛保護法っていうのはこの枠の中であったんですか？だからあの要するにドイツの場合は明らかに女性欄から人であるっていうことを規定してますよね。そうだからこれもあの一個の人間の尊厳との関係で、うん、2個は関係ない、じゃあ2条は関係ない、やっぱり1条だよね。ですだからとにかく人間の尊厳というのだけはもう絶対的な原理ですのでね、うん、全その、相対化される余地のない原理だと言われてますで個々の基本権についてはいちいち言います。あの、まあ、日本とよく似た、まあ、どこの国でも大抵あるようなあの条文がまあ大半ですので、これは個別に言ってると時間が全然足りないのでやめますが、はい、18条というところでここねはい、そこに挙げているいくつかの権基本権を、うん、そこにもまた、ね、自由で民主的な基本秩序に敵対するために乱用するという意味が出てきますけど、基本権を喪失するという制度を定めていて、うん、まあでも今までこれが発動された例はないと思います、うん、と思いますが あり得るということですね。そこに戻します。はい、ここですね、今ここだったんです。はい、時間がもうないんだ次はと統治記号のいきますね。これ憲法総合、うん、あれ憲法総合これが行き過ぎた、これがそうですね、そこです、はいはい、まずその、うん、当時のシステムの中で、政党の憲法典への編入ということが書いてありますが、今の憲法でいうとフランスの憲法とイタリアの憲法にもよく似た、まあ、よく似たというかね、政党というものをとにかく憲法上明記するというのはそんなに実は多くないわけで、その中の一つですね。イタリアが一番最初ですけれど、あのその次フランス、ドイツ、そしてフランスですね。あとではあまり知らないんですけれど、うん、そこになりますように政党の結成を自由であると。しかし同時にその、まあ、要するに財産とかについて、きちんとその出資を明らかにしたりで公にちゃんと報告をする義務も課しています。で問題は2項ですが、政党のうちでそのまた出てきますが、自由で民主的な基本秩序を侵害し云々とですね、こういう政党は違憲であるとして、その決定を連邦憲法裁判所が行う。で過去に56年だったと思いますが、あと58年とか2回だと、一つは右翼政党が、もう一つは左翼政党がですね、まあ、左翼政党の方日本あの当時のドイツ共産党カーペーデーですが、うん、それがあの禁止されたということがあります。その後もあのこの政党で憲法違反ではないかとして提訴されたケースはいくつかありますが、あのこの今挙げた50年代の2つ以外はあの違憲だとして、解散された例はございません。次に連邦議会のところに行きますけど、連邦議会 はもちろん立法機関ですよね。で日本とよく似てるんですけど、小選挙区比例代表併用制という制度です。これを説明したらものすごくややこしいのでちょっと省略をしますけれど、要するに議員定数は法定数は598 で全連邦を合計299に割りまして、その選挙区の中で小選挙区で一人選ぶ、それからもう一つ今度はランとのこう政党のリストの方で投票、一人だから2票ずつ国民が持っているという制度なんですが、
でただそのあそれからその、票数の計算の仕方、票数じゃないわ、その議席配分の、あの計算の仕方がですね、どん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 変わってて、うん、もうちょっと覚えられないぐらい複数回変わってしまっております、おりますが、そこにございます。懲戒議席っていうのはその、うん、あのこれもその小選挙区で選ばれる議員との関係で、うん、結果的にですけど、まあ、従来ですと2とか4とかぐらいですね、懲戒議席っていうのが発生するのがほとんど。しかしこれはあのいずれにせよ CDU とか SPD とかいうのは大政党に有利な形で働くような制度だったんですね。でその後、まあ、最近ではその調整議席という配分がプラスされまして、これも説明はちょっと省略しますけれども、あの実際にはですね518から言うと33人ですか、もう議員の総数が多いというのが現状なんですね。で一方でいわゆる阻止条項という、まあ、これはワイモール憲法の特に末期小党分立で、まあ、とにかくそのどの政党も安定した内閣を作れないという状況が あったわけですが、でそういうのを排除するために、その得票数の 5% に満たないときはですね、あの議席が与えられないという形で、うん、あまりその泡沫政党というのが出てこないようにしているということです。5% は大きいですよね、本当に。自由党だって消えるぐらいですね。自由党はそれで消えたんですね。はい、まあ、自由党は乱党でどっかの、乱党で一つだけ自由党の議員がおりますけれど、うん、連邦財務もなくなりましたね。以前はこの FDP という自由党が、結構連立の中で重要な役割を果たしていた部分があるんですけれど、はい、まあ、それは今ガラッと変わってしまいましたですね。うん、次その立法期っていうのは、これは日本のように会期という制度を取っていなくて、基本的に議員は4年の任期をずっと継続的に、まあ、あの活動する。だいたい普通2週間ぐらいやったら1週間か2週間休んでみたいな形ですけど、日本みたいにその、ね、通常国会とかあのいうのでズボンとやって、あとはなしというようなことじゃなくて、うん、まあ、年中あの定期的に議会が開かれている。で日本の場合ですから、その通常国会の最後になると、まあ、その特に野党とせめぎ合いが起こりますよね。その会期内にどうするか、廃案に持っていくという、そういう話になりますけど、そういうことが、まあ、起こりえない。同時にこれは政府も議会も非常に安定するということになります。うん、で、立法権のところの、そこは細かくなりますけれど、はい、まあ、あの制度の枠組みとして非常に大事なのは、あの立法権は連邦議会の権限だと、あのが持っている原則として、あとですぐ後で触れます。連邦参議院というのは、あのちょっとあのまあ、議会ではないということだと思いますね。日本でもこれはあの、うん、テレビなんかでもですね、ドイツの下院である連邦議会とか上院である連邦参院がどうのこうというのは言い方されますけど、そういういわゆる任意制、両院制という制度とは違う制度がドイツの制度です。で原則的には法律を作る権限は連邦議会なんですね。うん、でただし連の乱党の利害 に, 反すあのに関わってくるような法律については、その基本法が各条文の中にこのための法律は連邦参議院の同意がいりますよということをこう明記するような形で、あります。参院はどうやって選ぶんですかね。すぐ後で出てきます。はい、すみません。あのでだから基本的には全法案の半分程度が連邦議会のみで成立する法案ですね。まあ、だから半々、前はあの、連邦参議院の同意を要する法律が少し多かったんですけど、これもあのその後の連邦改革で
連邦議会のだけで成立する法律の部分を増やしていっていって、まあ、大体半分それ以下ぐらいのところで参議院の同意が必要とするという形になります。で、はい、これがその立法上の緊急事態という話で、はい、これはしかしなかなかちょっと読めないちょっと後でまたこれご質問があれば、はい、ということにそこは飛ばしますわ、はい、ただし、連邦参議院ですけど、連邦参議院というのはその国民が選ぶんじゃなくて政府の乱党政府の代表が出てくるんですね、うん、でまあ、普通これはランドの人口数に、まあ、ある程度は比例する形でですね3票から6票というふうに決めてて、人口の700万以上のランドというのは今でいうとバイエルンとノルトラインウェストファーレンと、どこだったか、うん、バーデンビルテンですね、うん、3つしかないんですけど、でハンブルクみたいな小さなところは3票という形で合計69の票数がある。票数があるっていうのは議員がいるわけではなくて、まあ、椅子があるっていうふうに考えたらいいでしょうかね、うん、連邦参議院行きますとランドごとにこう椅子がこう決まってるんですが、で通常はですね、これ参議院に出てくるのは一人なんですね。ランドの首相が出てきたり外務大臣が出てきたりするだけで、うん、全員が出てくる必要はなくて、ただしだからその一人出席した各あるランドの代表がある議案に、はい、賛成っていうとそのランドに与えられた票数が入ってくると。だからバイエルンが手を挙げると6票入ると、うん、でそれで合計して過半数を超えると参議院の同意が得られると、こういう格好ですね。でもちろんランドは今、ほとんどが連立政権ですので、場合によったら利害が合わないこともあり得るんですけれども、その参考にありますように評決は一括してのみというふうに書いてあるんですね。つまり出てきたそのランドの代表者の中に例えば CDU の委員とそれからグリューネの委員が出てきてもですね、ある法案に対して片方が賛成片方が反対というそういう票の投与方はできない。まあ、アメリカの大統領選挙みたいなもんですね。あ、だから全部ある州を取るみたいな感じ、ちょっと似てますね。で、ランドはその憲法上はその下に黒字で書いてますように連邦の立法行政および欧州協定の事務に協力する機関であるという言い方がされてまして、議会というのとちょっと違うんだろうと思うんですね、うん、まあ、日本で言ったらなんか全国知事会みたいなのを少しもう少しちゃんとした形かもしれません。で、したがって任期は特にないんですね、うん、で毎月1回ぐらいそこになります金曜日の午前中に定例の会議が行われるというのが参議院で、この参議院というのは実は昔からありまして、ビスマルク時代から あるちょっと変わったドイツ独特 その、うん、まあ、機関だというふうに言っていいと思いますね。もちろんビスマルク時代はこの連邦参議院の権限がすごく大きかった、特にそのしかもビスマルクのいたそのプロイセンの力がすごく強かったということもあり、まあ、今はそういうある特定の乱党が強くならないようなシステムもこっちも作られているということも言えると思います、うん、次連邦大統領ですが、まあ、連邦大統領はこれもフランスなんかと違ってもちろん、まあ、大統領制じゃないので、うん、選挙で選ぶわけじゃなくて、連邦会議という、うん、これはこの時だけに作られる会議ですけれど連邦議会の議員とラント議会の議員で、連邦会議というのを作る。任期は5年ですが、まあ外交権が例えば条約の承認だとかですねいうのは承認状況批准なんかは大統領の権限ですけど、政治の実権はほとんど首相が持ってて、その意味では、まあ日本の、まあ、天皇のやってるような行為と、うん、やや近いかなっていう部分がありますね。そんなに強い権限を持っているわけじゃない。これも一種の
特にワイマル憲法の時の大統領の強大な権限に対する反動ということが言えるかと思います。これ例えば議員内イギリス型の完全な議員内閣制にどうしてならなかったのかなっていう、例えば別に自由だったわけですね。だからやっぱり大統領を置きたいっていうやっぱり持ちつつモチベーションってあったんですかね。どう、なんかこれは初めからそうですね、もうないとあかんと、大統領ないっていうのは全く考えてないと思いますね。ただし強くしたらいかんというのが大きな要請だったと思いますね。で、まあ、とはいえやっぱりなかなか立派な大統領が多いし、はいはい、やっぱりこうどう思いますかね、ある良心とかそういうものをこうちゃんとこう代表して素晴らしいと思いますけど。次、連邦政府はもちろん首相と大臣で作られるんですが、そしてその連邦議会の信任に依存しているという限りでは、まあ、いわゆる議員内閣制と言ってもいいんですが、日本との違いでいうと内閣不信任というのがありえないということですね。あくまで首相不信任でしかありえない、でしかもその首相の不信任という時にそこにあります過去の3にありますように建設的不信任決議、つまり、67条の規定にありますようにその連邦議会が過半数で次の首相は誰にするということを決めて大統領に対して今の首相を辞めさせてくださいということを言うと、だからそこでこう断絶を避けようとしてるんですね、一つはね。でそういう形でつまり次の首相を選んでこの今の首相を辞めさせてくださいという動議がいわゆる、まあ、不信任動議ということになりますね。で、実際にはしたがって首相がその不信任で辞めさせられた例というのはあまりないんですが、でこの連邦政府の安定性を確保するためのもう一つのルーツが議会の解散の制限ということなんですが、これは68条のところにありますけれど、まあ、結局その自分に対する信任決議を否定されたときにということなんですよね。つまりだからこれは今まで合計3回、ブラントの時とそれからコールの時とシュレーダーの時と合計3回だけ解散というのが行われましたけれど、これいずれも結局その首相が自分に対する信任をしてくれということを動議を出すんだけれど、その自分を支えている与党がその過半数にならないところまで欠席をしてですね、結局それを信任決議案をまあ否決させる、信任、ですね、そして解散させるというルートを取ることになりますので、当然解散が少ないということですよね。日本の場合戦後この日本国憲法の下での解散合計23回ありますけれど、そのうち不信任決議案が可決されて、内閣が失礼衆議院が解散されたのは4回しかないですね。けどドイツの場合とにかく後でも先にも合計3回しか解散というのはありません。もうだいぶ時間が過ぎてしまっています、これはさっき言いましたですね。連邦憲法裁判所のところはもうさっき大体終わりましたので、省略をしますが、この連邦じゃあただちょっとそのもうちょっと戻ってくださいね。もう一つです。いやいや今のところで結構です、はい、違う違うその次のページ次のページ、はい、これですね。はい、はい、その下何も書いてなかったかいな。そうそうここです、はい、双子の裁判所っていうのが書いてますけど、2つの法廷各8人ずつ ので構成される2つの裁判所がそれぞれ原則としてその管轄を分けているんですね。こういう問題については第一法廷が、だからこれは第二法廷がというふうにこれは裁判所法でですけど決めておりまして、管轄が違う。もちろん今はそれがだいぶ
その第一法廷と第二法廷の負担の違いが大きくなったときに、それをもう少し平等にするというような方向での改正が行われておりますけれど、で8人というのはだから16人というのは基本的にはないんですね。基本的には全部その第一法廷が第二法廷の8人で裁判をすると。でこのうち3人だけは専門の裁判官でなければいけないんですが、あとの5人の裁判官は多くの場合そこにありますけど、まあ、約半数かな、あの大学教授で 法律学を教える大学の教授が同時に連邦憲法裁判所 の裁判官であるという構成になります。で兼務をしてるんですね。大学教授としては、まあ、あんまりあの忙しいからそんなにたくさん講義は持ってないはずですけれど、ちょっとこれも変わった制度ですね、うん、あのこれはラントについて言えば、ラントでもあのラントの乱部 の憲法裁判所もあの大学の教授がやっているということがございます。でそこに書いてある連邦をごめんなさい管轄権はすごく多いんですけれど、まあ、重要なものとして ABC 挙げました。でこのうちで、日本で特にあの日本とアメリカとなんかと違うんだって言って強調されるのが A の抽象的規範審査っていうやつです。何か全然分かる。つまりこれは何かあることが起こって事件が起こってやるんじゃなくて、うん、そのなんていうのか具体的な事件がないのに裁判所を裁判する絶対的価値とかいやそういうじゃなくてそういうもんですね。例えば、まあ、人配なんでもいいとは思うけど、うん、例えばその要するに野党が、うん、この前例えば今日法律があの過半数で可決されたとしますと、野党がその法律は憲法違反だということができる、うん、あのもちろん個人では言えないので3分の1だ4分の1かの、でこういう手続きを取るんですけれど、だから何のそういう法律上の揉め事が存在しないけれどもできるっていうやつですね。法律そのものを、そうです、法律そのものを憲法違反ということができると。ただこれはあの、うん、あの日本ではこれが日本と一番違うところのように言われるんだけど、うん、これはその今この連邦憲法裁判所の官がその受理した20何万件といううちの国100何件ぐらいしかなくて、うん、あのものすごい 0. 何パーセントぐらいの割合しか占めません。むしろ一番多いのが C の憲法阻害というとして、ほとんど、まあ、96% ぐらいがこの憲法阻害で、あのこれはもう個人個人が自分の文字の憲法上の権利の侵害を争う、うん、訴訟ですので、これが、はい、非常に大きい割合を占めています。これによって憲法がもう一度書き換わったということはやっぱあるんですか。この連邦裁判所の最終的な決断に応じて結局は合ってないから、それはそうです。あるわけです。というのはあの日本の場合はですね、例えば最高裁判所が憲法違反の判決を出しても、うん、国会が変えなければ法律は変えられませんけれど、ね、はい、この連邦憲法裁判所が 法律だな例えば何法の何条が憲法違反だということを言ったら、うん、その裁判所の判決が法律としての効力を持つということが明文で書いてあるんですね、うん、なので、日本のように日本で言ったら官報みたいなのにその、違憲判決が掲載されるんですね、うん、それで、法律と同じ効力を持つ、だから法律、うん、ということは今まで過去に 何例かはあったというわけです。で、ただその、ごめんなさい、C の憲法阻害のところの補充性原則っていうこれも、まあ、これはいろんな場面で言えるんですけれど、その国民が例えばその自分の憲法上の権利が侵害されたって言ってすぐにここへ持ってこれないという制度なんですね、うん、つまりそれまでにはその各乱闘での自分なんていうか普通の裁判を経てですね、もうそれでもダメって言われたという、まあまあ、いわゆる最後の手段としてこの憲法阻害のせいに持ってくるということが認められる。そうじゃないと、そうでなくても、まあ、ものすごく圧倒的に多いのにあのとてもやってられるんですよね、うん、なので、そこで一種のこうあのなんていうか制限をかけているということになります。ちょっと先言いますね、はい、財政制度は実はあまり私詳しくないので、はい、まあ、こんな飛ばしましたけど、まあ、実際にはドイツはすごいなといつも思いますけど、
もう憲法上の規定でいうと、とにかくさっき申しましたけど、その、ね、何パーセント、そう、例えばこの 今挙げられている109条の5項なんか見てもですね、その連邦となんとか65だ35の割合で負担するとか、こんなことまで出てくるんですよね。でこれも途中から変わるんですけど、あの、あったりするんで。しかしやっぱりこれが国際の宣言がちゃんと守られてるっていうのは信じられないですね。その参考にもありますよね、記載に基づく歳入が名目国内総選挙の 0.35% を超えない場合と、うんうんうん、こういうことまで書いてあるものですから、大変なことですね、うん、でそこにある要するにその均衡原則、経済全体の均衡を維持するということが、これも国家の目標の一つとして明文化されています、うん、でなので現在国債はあの2016年も国債は発行されていませんのでね、うんうん、で債務残高もずっと減少していて、こう、まあ、他の日本なんかと比べると日本もわーっと右肩上がりですけど、ここだけどれだけ下がっているという状況ですよね、はい、まあ、そこで最後にいきますが、はい、ドイツ統一がなされて1990年ですけど、で、まあその統一の過程はもう皆さんご存知なのでやめておきますけれど、その統一がなされた時にですね、その本当だと新しい憲法を作るというのが筋なんですよね、うん、で146条という規定を見ても、そうするんだということを言ってるわけですが、うん、だけど、まあ、当時の東ドイツ側の状況はその新しい憲法を作ってというところには、そういう、まあ、悠長なことは間に合わないということがあったので、うんうん、とりあえず、東ドイツでもともと5つの乱闘があったのが、途中でその乱闘というのをなくしてしまったんですけど、うん、それをもっぺん乱闘に5つの乱闘に編成するということをやらせて、その各乱5つの乱闘が、まあ、個別に西ドイツ側にこう編入するという形で、統一がなされたわけです。でその際にもやっぱり新しい憲法を作るという動きはその下にあります。なかったわけじゃないんですけれども、当時のコール政権はとにかく急いで統一を成し遂げるべきだということでもあり、今の基本法の名称を維持しつつ、この23条という今はもうなくなっている規定ですけど、この規定に基づいて東ドイツ側の5つの乱闘が西側に、まあ、編入するという形で統一が完成されたわけです。であとまあいくつか書いてますけれども、うん、これはちょっとちょっとそれはドイツ語この統一条約では例えば首都がベルリンであるとかですね、はい、それから10月3日の日はドイツ統一の日であるとか、まあ、いろんなことが定められてますけれど、それの 一番大きいのはやっぱり基本法の前文とかです。前文はそのやっぱり暫定的なことのために作られていた部分があるので、前文を変えるとかですね、あるいは23条っていうのもこれももともとはその、東ドイツの州の編入の、はいはい東ドイツ、これは確か載せてないのですみません、23条は当時はですね、その、この憲法基本法は差し当たりにですね、次のところに適用されると、うん、だからドイツのその他の部分についてはその連邦共和国に加入後に効力を生じるというこういう規定を持っていたんですね。でそれがその今の統一でいらなくなったので、ここに全く新しい規定が入れられました。その後は今は7項からなるものすごく長ったらしい条文ですが、 EU 連合のための、うん、EU じゃない欧州連合のための諸原則を定める新しい規定に変わっております。それから146条ですが、これもその初めの方に、その統一前の条文があったと思うんですが、その146条はそのこれもその基本法が暫定的なものであるという前提に立って、その、
この基本法がドイツ国民が自由な決断で自立した憲法が施行される日に効力を失うという規定を置いておったんですが、どこに書いてあるんですか？今のところです。あ、これですか。はい、その下ですね。で、これが当初の基本146条なんですね。で、今はだからこれに付け加えをいたしまして、新しい条文では載せてなかったかもしれません。あの新しい条文ではその、この基本法はドイツの統一によってですね、そのドイツ国民全体に適用されるのだけれどもというのを入れたんですね、うん、だけれどもといって最後 の, そのドイツ国民が自由の決断で議決した憲法が施行されるように効力を失うというところは残っているんです。つまり今の基本法はやはりまだその基本法であって、うん、ドイツ憲法にはなってないというか、そういう部分も、うん、を残し両方しているという言っていいのかもしれません、うん、まあ、でも新しい憲法作るって話は今はないので、もうどんどん基本法の改正で落ちていくと思うんですけど、一応146条はそういう新しい憲法をみんな国民が作るという可能性を残しつつ、まあ、しかし、もう統一後のドイツの、うん、まあ、憲法戦として存続していると、まあ、だんだんとそういう暫定的性質からあの、まあ、恒久的な憲法としての性格を持ったものになったというのがいいのではないかと思います。どうもとりあえず終わります、はい、あの、まあ、大体あと40分ぐらい残ってます。それであの僕も初めてドイツ憲法であの基本法で知ったんですけど、まあ、その素人から見るともう成立から思想から全部違いますね。だからやっぱり並行して比べること自体はあんまり意味がないと日本それどうですかね。そのあと、まあ、その辺にも含めてあの、ね、実際多くの人が知りたいな、まあ、僕らみたいな素人が知りたいなというのはやっぱり成立過程の問題ですね。日本の場合やっぱり押し付けやって本当に押し付けなのか、それからもう一つはやっぱりそのどう言いますかね、やっぱり、まあ、周りの国との、責任と軍備の問題ですね、うん、それから最後はやっぱり、まあ、今 あったようなその 全体の憲法改正する、まあ、仕組みの問題とかいう話になるんだろうと思いますけど、まあ、成立全体から言うとこの辺は高山先生その、はい、あと竹下先生なんかもなんかこう付け加えるとか、いやともかく違うんやなと、うん、あの確かにあの歴史的な経緯を見ると全く異なる成り立ちではあるんですけれども、でもその基本的にあの共通している面もあるわけです、はい、で日本もドイツも第二次大戦の敗戦国でございまして、ね、同じ失敗を繰り返さないための新しい仕組み作り、国の形をどのように定めておくかということが一番大きな懸念事項だったと思うんですね。でドイツの場合には、もちろんそのあのヒトラーの独裁性を復活させてはいけないということで、はい、あの国民主権民主主義とかその基本的人権を否定するような憲法改正はできないこととされている、まあ、それは多くの国でそのような考え方を取られていると思うんですが、それに加えましてこの連邦制を改正することができない、連邦制を廃止することができないとなっているところがかなり特徴的だと私は思うんです。もちろんあの世界の中には連邦制を取っている国と取っていない国と両方あるわけで、うん、あの必ず連邦制でなければならないというふうにはなってないわけなんですけれども、でも独裁にならないようにするためにこの文献の仕組みを確固たるものとして変えることのできないものとして憲法の中に置いているというのが、これがその基本法の大きな大きな柱としてあの大変重要な意味を持っていると思うんですね。であの私の個人的な考えでは、まあ、日本国憲法は連邦制を取っていませんけれども、ね、他の仕組みによって独裁制の復活を防ごうとしているんじゃないかなと思います。例えば他の仕組みというのは、もちろんその国民主権あの基本的人権の尊重は共通しておりますけれども、ね、うん、その他にその平和主義がありますので、ドイツ その独裁を防ぐという点で連邦制が、うん、あの重視されているように日本ではまあ平和主義を憲法の中心的な柱の一つとして規定しているということが、例えばずっと昔、はい、ちょっとあの竹下先生と話したことあるんですけどね、うん、あのハンナ・アーレントがその、革命とは何かっていうのを書いてて、であそこで僕も驚いたのはやっぱり民主、いわゆるフランス革命型の民主主義ではなくて、うん、
いわゆる共和制、まあ、連邦共和制みたいなアメリカの仕組みがいかにこうどういうかな、その民主主義が持っているその、どういったらいいかな、その脆弱性みたいなものをこう みんなが自由にやりたいことができるようにできるということで、もうポジティブに書いてるわけですね。でそういう意味でやっぱりドイツってもともと連邦制でですね、で一方例えば日本は完全一種完全民主制になっちゃうと、それこそ数の力とかそういう話で、まあ、確かにこう悪いフランス革命型のですね形になってしまう心配があるので、そういう意味ではやっぱり今高橋先生おっしゃったその連邦制の、で参院のあり方とかですね、大統領のあり方を見てると、あ、なるほどなという気がしたんですが、それは、そういうアンダースタンディングの変ですかね。今、まあ、さっき高山さんお話しされたような形でね、やっぱり戦前の問題がやっぱり受け入れられて、日本もドイツも今の制度を作ったというところがあるんですね。でただその戦前が単単にファシズムというようなことで共通してても、その内容はねやっぱりドイツと日本とで違うから、いろいろこう受け止め方がっていうか、その後の制度も異なってきたとなと思うんですけどね。僕は例えばね、日本の憲法の特徴の中に、あれなんていうんですか、刑事人権って言っているのか、なんか刑事裁判におけるその、その被告の権利とかね、ああいうのはものすごくこう本来法律でやるような部分がものすごくたくさんあるんですよ、憲法の中に。それはやっぱり戦前のなんていうか悲劇というか、そういう問題点を克服するためにやっぱり憲法上本来法律でやるようなところも憲法上決めておくべきだというような、まあ、意味合いがあったと思うんですね。でそれがやっぱり非常に特徴だし、でそれに対してね、僕はドイツの一番の特徴はやっぱり戦う民主主義だと思うんですよ。ここでもねちょっと話出ましたけどね、でそういうようなものにやはりこう憲法でまあ法律でねそれを作ればいいんだけど、だけどこれはやはりもう今後の、国家の作り方について非常に重要ですよというやつを憲法で宣言してるというようなことがあって、それはやっぱり戦前の反省に立ってるから、でそういうようなものがねやっぱり現状としてやっぱり現状の法制度に、両国ともに息づいてると思うんですね。でしかもドイツの場合の戦う民主主義っていうのは、まあ、ちょっと先ほども説明されましたけれども、昔はその共産主義的なものを、まあ、念頭において、やっぱり独裁っていうものをこう否定するということですけど、それが同時に今でもねやっぱりその何て言うんですか、あれは共産主義じゃない、イスラムの原理主義的なね、ああいうやつにもそれが対応していくというようなことで、まあなんかやっぱり日本とドイツのその、戦争時の問題点をこう、克服するということでやってる部分っていうのは非常に何て言うんですかね、いまだにこう、貢献している部分が大きいと思うんですけどね。制度的にはどうですかね、それからやっぱその、まあ、要するに、まあ、常に、まあ、ある意味で言うと独裁、まあ、数の力とか独裁とか、まあ、あるいは宗教政党もあるわけですけど、そういうものがこう介入してくる時のその民主主義として戦う場合にしっかりとこう制度としては具体的に日本にないけどドイツにはあるっていうのはドイツの方がそれが憲法的なもんだけですかね。それはどうですか、どうですか、例えば僕らはもう素人的に言うとドイツに住んでて分かるのは、要するにナチスに対する警察ありますよね、だからああいうものもこう結構その中に入っていいのかどうかとかですね、
戦う民主主義を制度としてどう保障するかっていう、うん、そこは非常に難しい問題なんじゃないですか、うん、例えばその言論の自由と、そうですよね、それからそのナチス的なものの規制というののバランスをどこで取るかはかなり難しい問題ですよね、うんうんうん、それはちょっとね難しいですね、はい、うん、あとちょっと質問が来てる中でやっぱこれはやっぱちょっと議論したその自衛権ですね。先ほどあの志薬先生がお話しいただいたと思うんですけども、最初から連邦政府の許可のもとに、武器を作って移動させてもいいということはもう最初から当然自衛権ということ自体問題にはならなかった。自衛権自体は全然自衛権が指定されているというのは日本では議論があります。それは一貫してないと思いますね。日本の場合は僕よく知れる。日本の場合は自衛権も本当は拒否してたいう どうなんですかね。うん、最初の憲法のイメージ。そういう理解もありましたんですが。ただ自衛権そのものはどんな国家でも独立した国家での権利はあるんだと、はいはい、ただそれを自衛権を行使する手段が、うん、手足がないんだという、うん、まあ、そういう説明でしょうけどね。であとは結局だから要するに自衛権が平和主義とバランスしないということはありえないですよね。これ今質問来てますけども、基本的にその平和主義であってしかし国家として独立しているという意味で言うとその独立を守る自衛権は当然あるんやという発想でいいわけですよね。今のはドイツいや書いて怒られてるやつがあってですね、その平和主義と自衛権の規定はどうバランスしますかなんて書いてあるけど、基本的にあんまり気にすることはないと。むしろ日本法についてのご質問でしょうかね。日本の方ですかね。そういうことだね。もちろん、私の専門の刑法の中にも、正当防衛権とか第三者を救助する権利っていうのが当然のように認められていますので、まあ、その拡大バージョンとしての自衛権はあるというふうに一般的に考えられていまして、それをその武力というところまで大きくできないんではないかということが、まあ、今度憲法の話なんだろうと思います。あと多分一般の人も含めて一番興味あるのはその実際にそのコソボ紛争とかああいうところにどんどんこう入っていくわけですね。ですからそれを許していくためのその、もう法律の書き換えというかですね、最初はやっぱりその侵略はやってはいけないと、でそれ自身例えばドイツの飛行機が、ユーゴスラビアに飛んでいったらいかんわけですね基本的には。でそれが NATO の枠の中で最初はドイツは NATO と一緒にやっぱり何か言われたらもうどんどん行ってよかったのか、それはどうなんですかね。 NATO が行けって言ったらもうドイツはNATO のさっきイラクの件が最初じゃなかったかと思うんですけどね、コソボの爆撃より先ですか、イラクの方が。アフガニスタンもありましたよ。ああ今はねたくさん死んでますもんね。一番最初イラク戦争の時だと思うんですよね。NATO が外に NATO に言われて外に出られるかっていう、はい、その後はだからあれそれでそれが先言うとそのいわゆる中長的審査手続きでやられたんですよね、はいはい、で連邦機密裁判所がそれを認めたというか違憲ではないとしたんですが、うん、その後は同じようなことで海外派兵ができるということですね。だからその具体的な、問題に関してではなくてやっぱりその侵略権といわゆる例えば NATO と一緒に共同作戦を取るときに、うん、だからあれはいわゆる集団的自衛権の行使なんでしょうかね。そうですよね、一種の、日本のことです聞いてました。申し訳ないな、まあはい、そうね、はい、今の話で、改正で書いてる、1956年のここでちょっとこっちですね、はい、基本法についての、レジュメで書いておられるので、はい、これ今の話につなげるとどうなんですかね。1956年の再軍備ってなってて、はいはいはい、で17回改正のところが68年の
非常事態憲法ってなってるんですけど、はい、これは今の関係でいうとイランとかそれとどうかつながるんですか。いやいや、もっと前です。もっと前、うん、その今の、防衛上の緊急事態の68年ですからね、うん、これはあの東ドイツとの関係ですよ。これは東ドイツとの関係、うん、東ドイツはね1949年 あの基本法と同じ時に東、ドイツ民主共和国憲法できるんですよね、うん、49年憲法と。これはもうほとんどしかし内容的には西側憲法に近いんです、うんうん、ところがその後68年の憲法がもうソ連と同盟するみたいなことでわっと変わったもんですからね。それとソ連対抗するが危機感を感じて、大改正したということですね。これ56年というのはこれはこれはだから最後見でしょ、ええ、これはなんか現実の事態に対応して最後見やったんです。だから冷戦のなんていうかもう壁ができたのは58年でしたっけ。ああ、そうか。だからそれよりまた前でしょ、前、ね、なんだけど、要するに再軍備をしてそれでこう憲法上の規定を整えていった。うん、あれ再軍備でね51年ぐらいから結構経緯があるんですね。うん、でその後だからむしろ再軍備を1955年だと思うんですが、でそれをいわば後から基本法でそれが矛盾しないようにこうしていくみたいな。うん、56年の改正、うん、まあその これは何年ですか。戦線のベルリン大空軍で冷戦っていうか、うん、戦線に立ってるよと、ね、うん、56年の改正はね、うん、何条だったっけ、うん、そこに出てこないとか56年改正は106条でじゃなくてこっちの方かな、何条だったかな。これはなんかきっかけはあったはずですよね。だからもともとはだから51年なんですよ、うん、これは日本の朝鮮戦争のあれがあの情報とか、うん、絡んでるんですけど、そのあたりから再軍備の話がぼちぼち出てきだすんですね。で55年度にアデアワーがやったんですが、うん、ベルリン暴動が53年って書いてますね。で56年はフルシチョフが、うん、要するに、非武装自由都市にしようとベルリンに関してですかと、うん、いうようなことが書いてますけどね。だから実際に56年ぐらいにフルシチョフが入った感じですね。なんか、うん、そして50、うん、だから56年で、いや私の記憶ではだからさっき言いましたけれど、うん、先に再軍備を認めたんですよね、うん、認められたっていうか、うん、でこれはちょっと経緯は複雑なんですが、でその後で、うん、後からだと思うんですね56年改正っていうのはね、うん、あと例えば今それこそ高見先生おられるんで完全な基本的人権っていう問題と、はい、それから、まあ報道の自由、それから、はい、やっぱ逆に言うと一方ドイツもその、まあ、今度一回高見先生にもお話しいただいたテロ対策なんかはしっかりやらないかんわけですよね、うん、で、そういう意味でのそのどう言いますかね、こう市民権に対する介入っていうそういうものと今ドイツ憲法との関係というのは
やっぱちゃんと整合性はきちんと取れてるんですかね。いやいや、そこぜひあのお尋ねしたいなと思っているところがありまして、その辺を知りたい。あの今日のお話の中では、EU との関係、EU の憲法上の位置づけということも何度か言及されたんですけれども、フランスなんかはすごいと思う。EU だけじゃなくて、例えばその欧州人権裁判所の判決によって基本法改正が行われたケースも結構あるというふうに思います。はい、そうです。でなんか日本的な発想からすると、なんでその条約でできている裁判所がケチをつけてきて憲法改正しなあかんねんというような印象も少し持つところがあるんですけれども、ドイツではそういったところのこうジレンマというか、あの不本意な意見というのもかなりある中でも、あの対応してきているというのが今までのところかなと思うんですが、憲法学者の方から見てはその辺りは一つだけ、あの先ほど先生がおっしゃったその、まあ、危険団体言うたらおかしいですけど、それを指定できる、まあ、もともと共産党とかその、まあ、東ドイツとの関係で、禁止できるようなその政治運動とかいうものが初めからあったから、それはやりやすかったということはないですか。もう一つのクエスチョンとしては、先ほどもともと日本の場合はあらゆるものを自由ですよね。でそこから例えばオウムやらが入ってきたっていう部分があって、そのまあだんだんとその結社の自由をこう狭めようという方向になったけども、ドイツは最初からもう一つはあの結社の自由が認められてへんケースがあったというのもちょっと驚きですよね。だからその辺の全体でそのドイツでどういうふうに処理してたのか全員知りたいなと。もう一つはそれから今高山先生おっしゃった EU との関係ですよね。ドイツで戒厳令は引けるんですか。フランスが簡単に引きますよね。緊急事態宣言というのはできるんですけど。あ、できるんですか。戒厳っていうところは、ね、いや戒厳令っていうのは基本的に一般市民の権利を完全に制限してっていうことですよね。そうですね。それはね、そこまでは確か基本権の制限はまではいかんのと違いましたかね。どこだったっけ。出てこないか。人権の制限は立法権のところ出てこない。基本法かな。だから立法権が通常の議会が機能しないときに、この合同委員会が立法、連邦議会に変わって、ね、合同委員会ということもあるんですけど、ただ人権というか重要な基本権をこの非常事態のゆえに、停止するっていうようなことは認めてないというふうに記憶してますけど、極めてその絶対的な。ただそのさっき言った何だったっけ、個別に基本権を喪失することがありえるので、18条というところで、まあ、自由で民主的な基本秩序を敵対するために基本的人権を乱用する場合には、そのもの一人をその個別の個人の基本権を喪失すると、喪失するか、あるいは、まあ、一定期間行使できないようにするとか、そういうことはできるんですね。ただしそれはあくまで連邦憲法裁判所が宣告するってことだけ、でさっき出てきたその結社の場合は実は内務省ができるんですね。内務省が実際あったのはドイツ国内のやっぱりそういうイスラムの原理主義的な団体をですけども、内務大臣がこれを解散せじめる、まあもちろんそれに対して裁判所に訴えることはできるんですけど、まず最初の権限は内務大臣が持ってて、そういう団体を禁止することはできるんですね。例えば今問題になっているその日本で言っているようなそのまだ事件が起こらない前からその、捜査、まあ、その内務大臣が指定した場合はそれは自由と。だから要するに何かも起こし IS はいけないということを決まった上で、IS がいそうだとしたら
そこは、まあ、今日やっていう話でやれるわけですよね。それはあの刑法の規定がありまして、ま、ドイツの場合は以前からあの結集罪というタイプの犯罪が存在しているんです。刑法に規定されているんですね。でこれあの一部の日本の学者の中にはその全ての犯罪が、うん、目的とする団体について適用されるので非常に広いという意見があるんですけれども、うん、実はそんなことはなくて大変限定された範囲なんです。というのはこの結集罪は、その集団の結成そのものがもう犯罪とされるんですけれども、うん、その団体を結成するその当初の目的が犯罪であるということが必要であるのが一つの要件で、うん、もう一つそれとともにかつですね、うん、第一次的目的が犯罪でなければならないというこの二重の制限があるんです、うん、ということは例えばその宗教団体として結成された、うん、あの団体の一部が犯罪をやり始めたという場合は該当しなくて、うん、最初からその犯罪が目的で、うん、しかも第一次的目的が犯罪でなければならない、うん、でこうなりますともう犯罪のためにしか役に立たない組織ですから、うん、結社の自由が制限されるという、うん、まあ、僕らの世代から言うとね、はい、先生よりずっと年いってけど、はい、まあ、あのバーダマインホフとかドイツ赤軍とか、はいはいはい、ね、ああいうものはもう最初からもうなんか犯罪のためにあるやない、バーダマインホフやったことなんで、そうですよね。だからそういう話になりませんかね。だからあとはその第一次的目的と言えるのか、うん、副次的目的なのかっていうところなどの理解が難しいかなと。結構難しいですね、こういう。というのはやっぱり僕らそのなんていうかな、 IT がこれほど進むとそのディスクロージャー自体があの、当たり前になってきてその、うん、隠すことがもうだんだんできなくなっていくというか、うんうん、だからそういう時代に入ってきてるからやっぱり結構根本的に見直さないかんなという気は確かにするんですけどね、うんうん、さっき高山さんおっしゃったの、もう一つのだから基本法上の根拠は9条ですよね、うん、9条2項の結社の自由のところ で、 そうです、ね、あのやはりその憲法的秩序とかですね、あるいは諸国民の間の協調を反するとか、うん、そういうあの結社自体を禁止するという規定になってるんですよね。それを受けて刑法でそれを処罰すると、はい、まあ一応そこらと、まあ、軍備の話、それからまあ今の兄弟も含めたような問題とか、まあいろんな議論できたと思うんですけど、実際にやっぱり 僕のイメージでは本当に全体が違うなという感じは確かにしますよね。で俺やっぱり一番羨ましいなと思ったら僕は連邦制じゃないかなという感じが僕らやっぱりいつもあのどうかな、やっぱり共和主義とかそういうものが日本でありえないというかですね、でそれの終わりパターンがものすごく出ててですね、でまあ単純民主主義が、まあ要するにイスラム国だってエジプトにしたってみんなやっぱりあの同じ問題を繰り返してますよね。だからマジョリティ持ってばあとは自由と、それをやっぱり日本人自体があの今の状況でどう考えていくかですよね、うん、やっぱり明治以来ね日本はやっぱり中央集権で、うん、あのそれが正しいと思って、うん、それでまあ一種のゆけゆけどんどんみたいな感じでね、うん、それにもう邁進してきたと思うのね、うん、だけどそのやっぱり問題点っていうのがいろいろとこう出てきて、それをどう考えていくかっていう議論がまだあまりね、うん、その辺をこう問題にするというのはなかなかないということは言えますね、うん、だけどやっぱりちょっとまあ先生言われるようにやっぱりかなりの危機感を持っている人もいると思うんでね、うんうん、その際にやっぱりドイツなんかかなりあの、うん、参考になるということではありますね。ドイツもやっぱりナチスの時にすごい確率化をやりましたからね。ああなるほどね。あのやっぱり、帝国っていうかね、そういう やり方をして、前のもう一つ前の帝国っていうか皇帝がいた時の帝国なんかよりはるかにも強い帝国をあのナチスの時は作りましたから。例えばあの僕らあの科学でその医学的な話でいくとね、ナチスってやっぱりその公衆衛生学をものすごく一生懸命やったところで、でやっぱりあの
ヒトラーは知ってたのかもしれないけど、要するにタバ反タバコ運動っていうのは、うんまあ、ナチスが一番あの世界の先端を切ってたっていうのが有名ですよね。で、菜食主義とかですね、なんか今ドイツが持ってるようなあのいろんな問題をやっぱりあのヒトラーの時で、要するにタバコ吸ってはいけないエリアがあの最初にその制定されたのはナチスの時らしいですね。いやそれはあの科学の話として出てくるんですよね。だからやっぱりなんかこうあの今のあのタバコの話なんかを見てるとやっぱりこう全ての人権をみんな認めていくとするとどうしたらいいのかわからんっていうところで落ちてしまうような難しさありますよね。ナチスに対する反省が、私なんかから見るとちょっと強すぎて、逆にその精神的自由の一部は広く制限されてるなと思うところがあるんです。さっきちょっと表現の自由っていうのを言ったんですけど、それはドイツの若い人も言いますね、はい、僕らの同期の人もナチスを賛美するような表現活動そのものがもう、あの犯罪として扱われますし、その基本法一条一項の人の尊厳ということで見ましても、生まれてこう人間として存在している人と受精卵同じ扱いになってる部分もあるわけなんですね。でそれがその科学研究にとって妨げになってるんじゃないかっていう見方も十分可能だと思います。あのこれもあの不思議な話ですけどね、あの僕らやっぱりあのまあ、どう言いますかね、そのまあ倫理の問題でいろんな議論したときに、あのいつ受精卵、要するに受精卵時期、受精卵がどうしてこう物でなくて人権を持つかっていうことはいつ決まったかっていうのを調べると、なかなか面白い話があって、でそれはもともと今ではそのユダヤ教もイスラム教も受精後40日なんです。で受精後40日っていうのは何かというと、アリストテレスが要するにその成功のあとやっぱりその生理が止まるっていう時期を決めて、そこから血を吸い出すので人間が始まったっていう言い方をしてたんですね。だからあの一応あらゆる宗教を、まあ、少なくとも一神教でユダヤ教と、イスラムはやっぱりアリストテレスの影響ってものすごく大きいですから、それを取ってたんです。ところが受精なんていう概念ないですからね、で受精の概念っていうのが1882年に見つかるんですね。でその時あのキリスト教だけがですね、あの教皇会議やるんですよ、科学者集めて、でその受精っていうことが見つかったらしいけどどないしようと、でやっぱりいろんな議論して、やっぱりこれはその受精の瞬間からやなっていうので、それまでキリスト教も40日だったのをその完全にあの受精の瞬間から変わるんですね。だからあらゆる着想じゃなくて、それですからその受精の瞬間でそれ自身が肺保護法を縛ってしまうから、結局あのユダヤ教に行くとあれはものなんですね、40日までで、一方あのドイツではもうバチカンもそうですけども完全に人間ですから、もう結局それを毀損するということ自体はもう人殺すことになっちゃって、だからやっぱりなかなかこれ難しい問題やなと思って、また回を改めてかもしれませんけど、その環境保護の規定にも動物が入ったっていうのも、植物と動物なんで区別してるんだろうとか、ちょっと宗教的な影響がかなり感じられますね。まあ、せっかくですし、やっぱり最後、じゃあ、竹下先生から、もうやっぱりドイツの憲法をやっぱりまだまだこう勉強していくというか、まあ、いろんなことを知っていくことのやっぱり意味ですね、まあ、日本人として、はい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 、その辺について、まあ、高橋先生順番に最後に言ってもらって、はいはいはい、あの僕自身はね、やっぱりあの、まあ、これまであのドイツをか研究というかそういうことをやってますので、まあ、そういうところからやっぱりあのドイツというものの法秩序というかそういうものに接してるわけですが、やはりあの日本なんかと比べると非常にあのなんていうか、まあ真面目っていうかね、あの正確に書いてあるし、でいろいろとね、やっぱりこう議論の積み重ねの上でこうやられたっていうことが後から見てもそれを後付けることができるよという感じがするんですね。まあだから、ただあの今日も途中で話しましたけれども、いろいろとあのこれまでの、ね、歴史的なも経緯が違うし、まあ、その両方あの
敗戦というようなこういうあの過去を背負って、それで、新しい憲法を作ったというような、まあ、事情は同じなんですけれども、だけど内容がやっぱり異なっているということもあってですね、ただそ の, あの異なり方ということで言えば、やっぱりあのドイツなんかはかなりそ の, あの、変遷の意味合いを歴史的にですね、理論的にというか学問的に後付けることができるね、うん、まあ、そのあたりのところは、まあ、多分日本でもね、そういうことはある程度というか、まあ、かなりやっていけばできるわけで、まあ、だからそういうような意味合いでこう歴史的なこう流れを、僕なんかそういう、まあ、立場であるからかも分からんけれども、歴史的なこう、背景というようなものを理解しながら、その法律の意味合いを理解してですね、でそれをやっぱり現代的にこう生かしていくという、まあ、そういうことが大事だと思ってるんですが、まあ、そのためにもですね、あのドイツのその憲法のこれまでの展開の歴史みたいなやつをね、うん、やるっていうことは非常にあの日本にとってもですね、重要なことだというふうに思います、はい、高森先生どうですか、何か。私もドイツ法を勉強しているんですけど、うん、お互いから学ぶ可能性がかなりあるなとずっと思ってまして、うんうん、あのドイツはやっぱ憲法裁判所があることもありまして、法理論の検討は大変進んで、まあ、世界一であるというふうに考えていますけれども、うん、あの他方でなかなか国内的には議論すること自体がタブーになってしまっているような、ナチス的なものに対してとにかく強く反対していくっていうその考え方とか制度とかあまりに極端になりすぎると、逆にその別の人権を制限してしまうんじゃないかといったような問題はなかなかそのドイツ人がドイツの国内で言うことが難しいので、逆にこう別の文化的な背景を持っている私たちがあの指摘していくっていうことも考えられるし、他山の石として日本の制度をどういうふうに構築していったらいいかということを考える際のその有益な示唆も与えてもらえるかなと思います。先生、最後何か付け加えることいや、今の高山さんのご意見にも大賛成というか、うん、昔からよく言われる日本 の, あのドイツのことは我々いろんなことでかなりまあ勉強するんだけど、あのドイツ人の学者が日本に来た時あまり日本に関心持たない人が多くてうまい、あのだからそういう意味ではやっぱり我々が、うん、あのドイツ語なら英語ではもう少しやっぱり情報発信をしないといけないなというような気がいたしますね、うんうん、で私高山さんも一緒にいたあの2010年にいた時に私話、講演しましたでしょ。あの時に、うん、講演の内容と関係なかったんだけど、うん、日本は本当に今まで憲法で変えてないんですか、うん、本当ですかねはいそのぐらいしかあのそのぐらいしかっていうか、まあ、個別の分野ではある程度交流進んできてるんだろうけれど、うんうん、やっぱりまだまだあの我々がやっぱりこのドイツ人が日本語をドイツ語に訳してくれればいいんだけど、やっぱり我々がなんか言うしかないのかなっていう気がそうですしますね、発信しましょう、うん、これちょっとあの素人的なんですけど、例えばじゃあフランスとかね、ものすごいこうしっかりした、まあ、法体系をもともと持ってたと思うっていうのは、はい、あのやっぱり共和制になってからやっぱ変えてるんですか、どんどんどうなんですかね、今の仕組みになって、それより前にはそういっぱいレジウムが変わってきてるから変わると思うんだけど、一旦レジウムができちゃうと、あのフランスみたいなものはやっぱり日本みたいに変えないかもしれんなと一瞬ふっと思ったんだ。ただそのそれこそ 法律のレベルでは本当に憲法的な価値を扱うような大きな法律の改正はやっぱり国民的な議論をして基本原則をしっかり書いて定めていくっていうのが多いかなと思います、はい、生命倫理法とかですね、うんうん、はい、まあ、あの僕らあの最後あの、まあ、僕自身思うんですけど、やっぱり、ドイツでそのレジームとして羨ましいなといつも思うのは、さっき言ってたそのやっぱりこう全体が単純民主主義でないというのが一点、それからもう一つはやっぱりあの EU の中にいるっていうか、やっぱり連邦制の連邦制があるっていうか、やっぱりそこの2つの縛りがあってですね、やっぱり
こう単純なこう、中だけで、閉じこもってものを決めなくていいというか、うんうんうん、で僕ら自身科学、まあ、まだ現役の頃ですね、例えば、アジアの研究機関をまとめようとすると、うん、まずものすごく難しい問題があったんですね。でそれは1点はほとんどのアジア、日本も含めてアジアはヨーロッパやアメリカから科学を習ってきた、うん、でそれが1点だから、ラボの人にじゃあ中国とやりましょうかっていうと、うん、そんなもんやってもしゃあないでしょうって言うんですね、うん、それはやっぱりアメリカやるとやることが大事やと、うん、やっぱりそういうメンタリティがあるのが1点と、もう1つはとはいえやっぱりね、民主主義でみんなが一緒に科学を例えばやる、例えば EU 行くとですね、うん、僕らも何回も行ったです、教えに行ったですけど、エンブルっていう組織があって EMBL でそのヨーロッパの学生さんが集まって、勉強してるんですね、うん、だからそこでそのヨーロッパとして研究者を育てようっていう発想がやっぱしっかりあって、うん、そうすると中で自由になる、それから今ブレクジットで一番困ってるのはイギリスも、そういうところへん の, そのレガシーはもう全部ダメになる、うんうん、心配してるわけですね。だからところがそれを日本がやろうとするともうまずほとんど不可能ですね、やっぱり。ですからやっぱりこうみんなで、その例えばそのアジアの連邦を本当に作れるかどうか、その日本だけは自由にやらないっていうか、まあ中国もそうですけど、そういうようなことが両方できひんっていうのがね、やっぱりまあ素人的に見てこれはもうどうしようもないんじゃろうかと思う、だんだんこう悲劇にだから思いますけどね。だからまあ今後もやっぱり具体的にはそれを定めていくのが方法なんですから、やっぱりまあぜひですね、今後今回を起点に、まあまあ、テロ問題を、まあ、高山先生、それから特にドイツはやっぱ環境問題、うん、それのために憲法を変えてるわけですから、うん、今日はなかなか議論できなかったですけども、 そこを、まあ、竹下先生にぜひやっていただいてですね、まあ、学んでいくというですね、でいうことをやっていきたいと思います。じゃあどうもありがとうございました。じゃあどうもすいませんでした。